はい、こんにちは、ディーコルです。今日は月曜日ということで、ユニクロとか GU の商品を、ディーコルのアイテムと一緒に紹介していこうと思います。はい、ということで早速、今日の GU の、あ、違えば、ユニクロの商品を紹介していこうと思います。こちらです。スタッフのヨー君に買ってきてもらいました。見えますかね、こちらね、ユニクロルメールの、キャンバススニーカーとなっています。まあ、オールブラックで、フォルムも細くて、まあ、余計な装飾もない、まあ、かなりシンプルなスニーカーですね。まあ、スニーカーでありながら、まあ、ちょっとね、大人っぽい、まあ、革靴にも見えないことはないですかね。かなり使い勝手の良さそうなスニーカーとなっています。はい、素材の方ちょっと見ていきましょうか。まあ、商品名がキャンバススニーカーということで、まあ、素材、まあ、キャンバス地となっていて、コットン 100% となっています。で、アウトソールとか、まあ、つま先のところには、まあ、PU レザーですね、合成側が、本体と一緒に、バルカナイズド製法という強力な製法で接着されているので、水が染みにくいということです。で、年齢も、まあ、性別もとらわれずに、まあ、全世界で使えるスニーカーと謳われています。それでは今日早速こちらユニクロルメールの、キャンバススニーカーを使ってヨー君を呼び出してコーディネートに移っていこうと思います。今回は春のトレンドの一つであるオールブラックを意識して、コーディネートしてみました。雑誌とか SNS 上でもこういったオールブラックのコーデ結構されてるんで、ちょっと挑戦しづらいかと思いますけども、まあ、ポイントがいくつかあります。オールブラックのコーディネートの注意点ですけども、やっぱりちょっと重い印象があるので、まず足首ですね、こういった肌見せが少しあったりとか、次に腕の部分、袖まくりもして、ここでも肌見せで軽さを出します。で、さらにもう一つ首元ですね、ちょっと緩めのネックを使ったカットソーで軽さを演出しています。で、この3首をね、軽さを演出してあげるとオールブラックでも春に向けた軽さの演出できるコーディネートとなります。で、今回はですね、まあ、僕と同じようなデニムのコートを使ったコーディネートになっています。まあ、デニムのコートということで、まあ、僕もヨー君も同じですけども、まあ、細身のパンツを使っています。まあ、こういった上下でメリハリあるシルエットですね、ワイラインシルエットをするとこういったコートでもうまく着こなすことができます。デニムですけど、まあ、コートなんでやっぱ綺麗めさがありますよね。なんで今回はこの GU のスニーカーで少しドレスダウンしています。まあ、それからまあこういった濃いネイビーとかですけども、まあ、今年の夏のトレンド、まあ、アビスっていうカラーですね、まあ、そういったアイテムはやっぱりインナー白、ボトムは黒といったこういったモノトーンに合わせるのがまず間違いないです。まず間違いないですが、3つ目のコーディネートはこちらになります。今回はね、先ほどの2つと比べてだいぶリラックスしたコーディネートとなっています。でも、まあ緩いトップスなので、まあ、ボトムとかでちょっとね、大人っぽさというか綺麗めっぽさを付け足したかったので、今回はね、アンクルカットのスラックスを使っています。まあ、スニーカーとか春ニットとかちょっとカジュアルなアイテムが多い時には、まあ、ボトムで整えてみるのが一番手っ取り早く大人っぽい着こなしになります。はい、以上がヨー君を使ったユニクロの、まあ、キャンバススニーカーのコーディネートになります。で、こちらのスニーカーね、まだいいところがあるんですけども、はい、こちらです。キャンバススニーカーの中に入っているインソールに秘密がありますね。はい、で、2016年にあのルメールからスリッポン出たと思うんですけども、あれかなり足が痛くなったと思います。結構靴底ね、ペタペタで、まあ、かなり長時間歩くと疲れるかなと思うんですけども、まあ、それが今回のね、このキャンバススニーカー、このインソールによってかなり解消されています。ヨー君も絶賛してました。はい、今回紹介したこちらのスニーカーね、結構シンプルで使いやすい黒なので、まあ、カジュアルよりでも綺麗よりでも使うことができると思います。まあ、興味ある方はちょっとね、ユニクロの方に寄ってみてください。はい、こんな感じで D コレは毎日動画を配信しています。よかったら、いいねとかチャンネル登録の方をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。